動画先生石川博之、今回の毎日プラクティスは、歩き方なんですが、前回はラテン人用の歩き方です。今回は、スタンダードボールルームを、上手くなりたいと思う人の普段の歩き方、膝はこの前膝を伸ばしてくださいっていうことを言ったんですけれど、膝は少し楽な状態でいいと思います。これを、じゃあ、どういうふうに、歩くかっていうと、おすすめとしては、足じゃなくて骨盤で歩くということ。なので、普通に考えれば足が出てそこに体が乗っていくわけなんですけど、おすすめとしては、乗り越える。スタンダードに言うと、この乗り越えていくっていうことはとても重要なテクニックになるんですけど、意外と難しいんです。なので、普段の生活の中で、体が自分の足を乗り越えていく感じ。こう乗りました。そこからこの足を出すんではなくて、この時に乗ってる方の足が動くことによって、次の足が出ていく。これが乗り越えていくような感じ。ちょっとこの足の付け根の部分ね。この部分がこう伸びるような感覚。すごく簡単に言っちゃうと、ちょっと歩幅を大きくしてくれるという。普段自分の歩幅よりも5センチ、あるいは10センチぐらい、ちょっと大股なぐらいで歩いてくれると、骨盤と一緒に歩いていく感じっていうのがわかると思いますので、ね、ちょっと小さく出すよりは少し大きめにして骨盤から、この辺が少し伸びるような感じで歩いてくれるといいと思います。ちょっと正面わかりにくいかもしれないけど、ちょっと大きめに歩くような感じ。今ちょっとわざとらしくやってますけれど、慣れれば普通に歩いているように見えますので、ちょっとこう骨盤から一緒に歩いていくような感じね。ね、その感じを意識して普段歩いてくれると、それも、ボールルームスタンダードダンスの役に立つと思いますので、ちょっと意識してみてください。毎日プラクティス。